こんにちは、服部工業株式会社の鈴木です。今日はこちらの暮らしの学校にを紹介していきたいと思います。今日は暮らしの学校の大河内さんに教室などの紹介をしていただきます。暮らしの学校で企画を担当しております大河内ひろ子と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。暮らしの学校はどんなところですか？はい、暮らしの学校は岡崎市と安城市にあるカルチャーセンターです。私は岡崎校にいつもいるんですけれども、岡崎校の講座は今度の4月は約450講座ございます。暮らしの学校の岡崎校の本校舎は昔の古民家です。大正時代に作られた建物で、かつては皇族の方も泊まられた場所になっております。でそこで様々な講座を開講しております。でお客様には他のカルチャービルとは違い、とてもゆったりした雰囲気というふうにおっしゃっていただいております。暮らしの学校のコンセプトは何ですか？はい、暮らしの学校のコンセプトは心と体の健康と昔からの知恵を大切にしております。450講座の中にはスポーツ、あとお料理、あと語学、あと子どもの講座などさまざまなものがあるんですけれども、その中でも少し他のカルチャーとは違って大河医療の講座でしたりとか、あとヨガ、瞑想ですとか、そういったものも多くあって皆様の何かヒントに生活の中のヒントになるような講座をご提供することを心がけております。暮らしの学校で大河内さんが好きなところはどんなところですか？はい、暮らしの学校の本校舎のお庭がすごく好きです。今ですと桜とあと雪柳、あと椿などお花が咲いておりまして、季節ごとにお花が変わるお庭っていうのはとても見どころがあります。冬ですと柚子がなって、おせちの講座に使ったり、みかんがなるとカフェくるみでゼリーとして提供することもあります。岡崎校に来た時にはぜひお庭も楽しんでいっていただければと思っています。では4月からのおすすめの講座を教えてください。はい、4月からのおすすめの講座はもちろんすごくたくさんあるんですけれども、その中でも一つ挙げるとしましたら、辰村式耳ヨガ健康法です。普段あんまり触ることないと思うんですけれども、東洋医学では体全体の縮図と言われておりまして、健康のバロメーターとも言われています。ですので耳が硬くなっていると病気で体力が低下していたりだとか、そういったことのサインにもなるそうです。講座ではヨガの呼吸法を取り入れて耳を触りながら先生に指導していただくことになっております。講師は辰村ヨガ研究所所長の辰村治先生に来ていただきます。日程は5月18日の10時から12時、料金は2200円です。はい、よろしくお願いします。